中学3年生の船木結です。今日はですね、私のセカンド写真集の撮影にやってきました。バチバチ、もうこの辺り雪が一面に広がっていて、もうすごく綺麗なんですけども、私は雪、大阪府出身なので雪にはあんまり詳しくなくて、全然なんか不慣れなもので最初から雪にはまって行ったりしてしまったんですけど、もうすでにびしょびしょですね。こんな感じでスタートしたんですけども、今日は一日撮影頑張っていきたいなっていうふうに思います。頑張ります。雪での撮影が終了しました。いや、今日はですね、まだ中学3年生の、今の時点で中学3年生の私を撮影していただいたんですけども、次南の島に行くときは高校生になっているので、今よりもさらに大人っぽく、一応私セクシー担当なのでさらに大人っぽく頑張りたいなっていうふうに思います。それでは行ってきます。しばっち。グアムに到着しました。イエーイ。いや、今回はですね、人生初海外ということで、すごくワクワクしてるんですけど、なんかもう目に入るもの全てがすっごい新鮮で、なんか自分の中でもなんかいつもと違った表情ができるかなって思うので、今回は大人っぽく頑張りたいなと思います。頑張ります。
すごい、滝なんて初かもしれないですってくらいですよ。貴重な経験。すごいアドベンチャーな感じです。前回にはなかった感じですね。こちらがなんちゃら滝です。イエイ。名前は分かりませんが大迫力です。すごい、滝の滝を打つアイドル。ここまで言いました。滝に打たれるアイドル。ちなみに私の座右の銘は百節不倒です。意味はどんなことが、どんな、まあ、困難が来ても乗り越えるみたいな感じなんで、この滝を打たれて打たれ強い女になるぞという保身をしました。ちなみにこの座右の銘はネットで調べました。これはマリンです。かわいい、めっちゃ。砂の色がめっちゃオレンジです。綺麗、めっちゃ綺麗。マジこの海1日目が終了しました。今日はですね、滝に打たれるから始まり、そこからですね、こうバスケットボールをしたりとか、まあ、最後にはこんな綺麗な海をバックに白いワンピースで撮影したり、すごい盛りだくさんの1日だったんですけども、まあ、まだまだ撮影は残っていますので、今日は美味しいご飯を食べてぐっすり寝て明日に備えたいなと思います。明日も頑張ります。はい、写真集2日目です。そうですね、昨日お話しした通り、ぐっすりとしっかり寝れたので、今日はですね、元気に、そしてちょっと大人っぽく頑張りたいなと思います。頑張ります。今日の意気込みを体で表現、これかななんか元気だけどちょっとこうお足元はこういう微逆な感じでいきます。ふだきむすぶの日曜日、ちなみに今日は火曜日今日の朝食何食べたって？フォアグラ昨日の夜思い出せないな。変だよあれ、キャビアはあ、あ、そうだ、時間ないからヘリで持っていこう。プリンセスの休日。小鳥たち起きて、小鳥たち起きて、小鳥どう？
みんなおはよう。日本とは全然気候が違うから雨がこんなに頻繁に降らないけど、今日涼しいです。風がいっぱいあって風になびく。グアムのイメージは全くなかったです。なんかもう本当に詳しくなかったので、あえて調べずに来ました。楽しみにしてたんで、すごい初海外でもある。うわ、マスタード、海外っぽいです。なんかちょっと海外に染まりたいです。ちょっとだけ焼きたいです。ちょっとだけ焼きたいっていうか、自然と焼けるレベルだったら許すようぐらいです。やーい、今から海に行きます。綺麗、色が違いますもん。色が鍋を食べたりとか、おにぎりを食べたりとか、なんかそういうちょっと古風な感じの撮影をたくさんさせていただいて、そして今回のグアム初海外ではまた雰囲気のこうガラッと変わった感じで撮影させていただいたんですけど、なんかこう綺麗なこの海の中で撮影させていただくこともなかなかないですし、あとは、まあ、グアムをこうすごく満喫できたなっていう風に思います。今回はちょっとアドベンチャーな場所に行ってみたいとか、こんなに綺麗な海の中だったりとか、いろんなところで撮影したので、ぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。待っていてください。バイバイ。 I love Guam. Yeah.